ご乗車ありがとうございます。リゼロから始めるタクシードライバー生活。はい、ということで今日も喋って帰ろうかなと思っております。前回ね、初一人での乗務というところでやってきたんですけども、今日は、2日目です。なんか毎回喋ってるような感じなんですけども、昨日はお休みでした。なので1日目初日の次の日休みで、その次の日になっております。で、今日もですね、道がわからないなと思いながら、朝から、今日はちょっと遅めに朝8時からの出庫という形になっております。で、今日はですね、どうしようかなと、やっぱり大阪市内の道を覚えたいなと思いながら出勤をしてきたんですけど、どうやら今日は大阪マラソンのハーフマラソンかなんかがあるんですかね。昼間日中なんか交通規制とか通行止めとかなんかいっぱいあるみたいだったんで、ちょっと早い。はい、すいません。交通規制とかがね、あるみたいやったんで、ちょっとそれでなんかね、行けるはずの道が行けなくてとかでトラブってもね、この、まだ最初の段階で、なかなかこう対応がね、わからなかったりしたらダメなんで、大阪市内に果敢に挑戦でもよかったんですけど、まあ、もともとね、道を覚えるために大阪市内っていうことではあったんですけど、僕の中では今日日曜日なんですよね。日曜日なんで、まあ仕事はお休みの方多いんで、もしかすると郊外の方がいいんじゃないかっていうちょっと気持ちはあったんですよ。なので、まず会社出たら弁天町とかあっちの方に行ってみたんですね。ちょっと市内なんですけど、ちょっと中心地から外れた方向に行ってみると、見事に2組ほど拾いまして。で、その2組目の方が福島の方のね、結構、もうすぐ淀川みたいなところまで、乗ってくれたので、まあ、いっそのこと、そうしたら僕がある程度土地勘のある豊中に行ったのかということで、大阪市内を今日はちょっと完全に、捨てまして、北摂、豊中の方に行ってみました。で、まあ、その結果ですよ。ですね、まあ、タクシーといえば手を挙げて、こう、タクシーで止めるっていうパターンももちろん今もあるんですけど、アプリがね、あって、Didi っていうアプリと Go っていうアプリがあって、で、実は僕、Uber っていうのもね、できるんですけど、ちょっと僕はまだ Uber やってなくて、Didi と Go だけで今やってるんですけども、そのアプリがね、もう、アプリすっごい呼ばれるんですよ。呼ばれたんですよ、今日は。ちょっとびっくりするぐらい。本当にね、アプリで呼ばれながら、手挙げる人も、ちょっとだけいて、みたいな感じで、豊中行って、どうなったんやったかな。豊中から吹田、吹田行った後に豊中。豊中行った後にもう一回吹田行ったら、吹田に、で、また拾ったと思ったこの伊丹。で、そこから豊中に戻って、そこ豊中でまた拾ったら次吹田みたいな感じで、豊中吹田をちょっとね、行ったり来たりできたんですよね、今日。で、しかもそのほとんどがそのアプリ。ちょっとびっくりするぐらいの、量を今日できまして。で、結果的に最終的に、結構もうね、5時前、まあ4時半ぐらいかな、あれ。4時半ぐらいまで、まあ豊中に、とか吹田の方面にいてまして。で、そこからね、そろそろ、会社の方面に向けて、戻りつつ行こうかしらって思った時に、また豊中に乗ってくれたお客様が、うまいことこれで梅だって言ってくれたんですよ。もうこれ絶対今日はね、いい日なんです、多分これ。めちゃくちゃいい感じで、いい時間帯に梅だって言ってくれましてね。それで、梅田まで行って、さあ、じゃあそこから会社に戻ろうかなと思ったら、今度はその付近でまたアプリが鳴りまして、今度は南の方ですね。南の方まで行きまして。さすがにちょっともう、もう帰ろうかなとかって思ってたら、そこでまたアプリが鳴りまして、今度は恵比寿町の方ですね。で、恵比寿町から、心斎橋の方までね、行かせていただきまして。で、心斎橋で、もうさすがにちょっとまあ、これね、終わるかなと思ったらびっくりしたんですけど、その時に僕には一応お支払い、
なんていうんでしょう、メーター、空車とか出てるメーターあるじゃないですか。あれを一応、まあ、お支払い終わった瞬間に、支払いっていう状況のままやったんですよ。で、支払いっていう状況までどうしようかなって、だいぶ時間も経っちゃったし、空車にして帰るんじゃなくて、まあ、改装にしようかなとかって思いながら、そこでちょっとお金のね、出し入れ、があるので、まあ、整理してたんですよね。支払いっていう状況のままで。それとね、急に後ろのドアがガチャって開きましてね、何やと思ったらね、女性の方がね、急に乗り込んで来られまして、お客さんなんですよ。びっくりしました。全然後ろ見てなかったんで、めちゃくちゃびっくりして、わー、こばばっていう感じで言うたら、聞いたことない言語で喋られまして、あんにゃんひょ、ひょ、出し、出して、伸びたみたいな感じでなんか喋られまして、何言ってんだろうと思って、わかんないなーって思って、もちろんよろしいですかって言ったら、なんか、ビッグカメラって言ってくれたね。ナンバのビッグカメラって聞いたら、イエスって言ってくれたんで、おそらく同じ系の方かな、ベトナムなのかタイなのかちょっとわかんないんですけど、多分そちらの方の言葉やとは思うんですよ、あの感じの言語は。それとりあえずビッグカメラまで行って、それにフィニッシュでしたね、今日は。まさか、突然僕が認識してない状況で後ろのドアを開けられるとは思わなくてかなりびっくりしましたとまあそんな感じの1日やったんですけども、2日目にして、ま、昨日というか1回目がね初日にしては、ね、出来すぎの1万9千円税込み1万9千ぐらい売り上がったんで、2万円っていうところ行きたいなって思ってましたら、なんと今日の売り上げは、1日で、2万6000円税込み超えました。で、税抜きでも2万3000円超えてるというね、なかなか自分でも、これは今日は頑張れたと思えた日でした。まあ、今日は絶対運がいい日だったんですよね。まあ、アプリがね、すっごい鳴るっていうのもあったんですけど、お客さんを連れて行った先で、そこでまたすぐ拾えるっていう状況がもう連続してあったので、今日は。で、帰りたい時に大阪市内にね、ちゃんと戻してくれて、お客さんが。っていうような感じなんでね、今日は絶対なんかね、いい日なんですね。まあ、こういう日もあるとは思います。で、逆に全然ダメな日もあると思うんで、まあ、こういう日を頑張れたらよかったかなと。ということで、まあ、実際には本来であれば道を覚えようというこの期間のはずなんですが、今日はずっと北摂にいました大阪市内の道覚えなあかんのにやばいね。はい。まあ明日はね平日月曜日なんでまた大阪市内頑張って走ろうと思ってるんですが、まあそれもね明日お客さんがねどこに連れてきてくれるかによって決めようかなと思ってます。お客さんがね連れて行ってくれた先からね無理やり大阪市内に戻すっていうのはねあんまり僕良くないと思うので得策ではないような気がするので連れて行ったところで頑張ろうと思っております。はい、ということで今日も頑張れました今日は褒めたいと思います。はい、まあちょっと毎日毎日ちょっとなかなかこうやって動画撮れないとは思うんですけども、また最近ねオリジナル曲をちょっとアップしてみたいとかネタ動画もちょっと今ネタ考えたりとかしてたりするので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。で、またねインスタグラム、ツイッター、7というね音楽配信もやっておりますので、よろしければフォローの方よろしくお願いいたします。ということで、今日もお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。トンくんでした。バイバイ。